ここ全部岡川に、岡川に、浜上に。あ、今寝てるんですよ。寝てますね。夜結構みんな夜行性なんです。すごいよ。あ、すみません。お、すみません、いたかも。うわ。あ、飛んでる飛んでる。おお、すげえ。すごい、全部、え、全部飛び跳ねです。飛び跳ねですね。え、すごいよ。でも大丈夫だったらどうぞ。お、ね、めっちゃいます。飛んでる。お、ヤドカリいる。お、あ、あ、カニや。え、え、カニある。あ、前景がですね、この、おぉ、これ、この、この甲羅のゴツゴツ、こう、まあなんかこれあんまりはっきりしてないんですけど、はい、なんかこう武蔵坊弁慶が怒ってるみたいな、こう、まあこのカニはヒルギに、ヒルギについてて、ヒルギを走り回る岩ガニなんで、ヒルギ走り岩ガニっていうネーミングが作られてる。いいですね。あ、飛んでる。あ、あ、飛んでる飛んでる飛んでる。もういいか。あ、潜った潜った。もう無理かな。あ。すごすぎるな。やばいっすよね、これね。いやすっごい。やばいっすね。すごいな。で、あの、向こうがサギとかがね、今カニを食いに行ってたりとか。向こうがサギの巣穴が、巣があるんですよね。あ、そうなんですね。あ、これ、米付きガニが食われた後だ。え、あ、これ、これってことですか。うん、そう。おさがにが食った後、おさがにかな、こう、うんうん、あいつらは結構えぐい食い方してて、あ、足、獅子から切り離すんですよ。うんうん、すごいいっぱい。あ、カニいた今。お、カニいた。あ、でも取れへんかな。うん、そうっすね。あ、あ、来た、取れた。取れました、取れました。これは取れました、取れました。あ、これおさがにっすね。あ、これが、あ、うん、これが、これおさがにですね。まあ、肉食のカニで、まあ、さっきの南米付きガニとかを食べているみたいです。はい、台湾型ね。はい。あ、はい、はい、どうぞ。いただきます。おー、すごい、すごい、こんなに違うな。この後ろですか。うん、後ろ足が結構遊泳脚になって、ほんまよ。で、あの、泳ぐのが得意ですね。あ、で、うんうんうん、左右のところに結構このトゲがついてて、はい、それを持つのがめっちゃ痛いんですよね。あー、そうそう、本当だ。こいつも食うとうまいです。あ、そうなんですね。川の方に一応食います。あ、そう、あ、台湾ガザミじゃん。台湾ガザミ。おお、来た。開い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 た。大丈夫ですか。ちゃんと荒れてる。いた。あ、来た。お、はや、早いな。あれ、ちょっと。あ、これか。あ、ハゼです。あ、ハゼ。ハゼや。普通のハゼ。ちょ、普通のハゼ。普通のハゼです。あ、普通の。あ、なんか、おお、おお、おお、普通のハゼや。お、ゲット。もう、ハゼゲット。お、来た。これ、南米です。おお、南。はい。おお、あ、あれ、これさっきあの食われて、食われて。そうそうそう、食われたやつ。そう、食われてたやつの。で、あの、うんうん、砂浜埋め尽くすぐらい。いるん、言わせるんですよ。うんうんうん。あ、もう、この時間帯によってはこの砂浜埋め尽くすぐらいの勢いでいます。あ、そうなんですね。そう。そう、それが、いたいたいた。綺麗やな。うん、ここちょっと掘ってみましょうか。はい。掘ったらめっちゃ出てくるかも。すごい、うん、とりあえず掘ってみるか。掘ってみて、で、うん、でもスコップの方が簡単そうですね、うん、あ、いたいたいた、いますね。すごい、うん、あ、もうもっと深く掘らないといけないです、うん、ここら辺、ここら辺が、まあ、うん、これちょっとこれでこんな感じで、ほら、うん、います。うわ、むちゃくちゃいる。うん、むちゃくちゃいる。おお。
すごい。かわいい。かわいいですよね。かわいらしい。早いな。おお。かわいい。潜り方分からへんの。あ、これ飛び技。これ飛び技。おお。あ、根が。本当だ。あ、でもあんまり、あれやな。元気ないですよ。そうっすね。見る見る見るですよね。歩いてる。目がかわいい。かわいいっすね。ハゼ系かわいいっす。ハゼ系かわいいっすよね。そうっすよね、このカエルっぽい。そう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 。あ、かわいい。かわいいな。よかった、なんか。はい。パッと捕まえるということです。いや、ありがとうございます。おー。結構入り込んできてますね。ほかにも、ほら。いるんじゃないかなと。あ、いる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 。あ、いるいる。あの動いてるやつか。動いてますからね。ほらいた。ほら。あ、あ。うわ、いる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 。早いな。早っ。あそこにもいる。あ、いる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 。いるけどむちゃくちゃ早い。あ、くそ。ほら。あ。あ。めちゃくちゃいるの。めちゃくちゃいるの。お、はい。あれ、え、はい。はい。わ、そう。いや、早いな。早。早。え、入ってないの。どこでもいる。ねえ、いますね。うん、どこでもいるやつ。かわいい。おー、6センチか。うん。かわいいよ。口がかわいいですね。これでマングローブ編すべて終了になります。まあ、行ってみての感想は、まあ、結構カニが多かったですね。なんか魚がもうちょっといるのかと思ったんですけど、カニが、まあ、メインでしたね。まあ、まだ昼なんで、まあ、夜行ってみたらまだこう魚が寝てるっていう話を聞いたので、まあ、また 夜も行ってみたいですね。生き物全般大好きなので、まあ、知らないカニとかたくさん見れてとても楽しかったですね。ほんとね、マングローブ林子供の頃からずっと行きたかったんですけど、もうむちゃくちゃ面白かったです。うん、また行きたいですね。まあ、今回は沖縄本島のマングローブ林に行ったんですけど、離島の方にもマングローブ林があるということなので、また機会があれば行ってみたいと思います。